こんばんは、四千頭身の都築ひろきです。2022年9月22日木曜日、この時間は僕都築がラジオ大阪のミクチャスタジオから生放送でお送りしていきます。明日から、また3連休です。はい、シルバーウィークの後半戦ということで、皆さんはねどっか行きましたか？リスナーの皆さん、どっか行きますか？ね、明日は秋分の日と、秋を分けると書いてね、なんか急に寒くなって行かれてんのかって感じですけども、うぜんだよなマジ、うぜえ、急な天候の変わりってうざいんだよな、なんか腹立つわ。うん、東京だけ結構全体で、あ、そうで今日とかだって群馬で学園祭みたいなことあったんだけど、群馬もちょっと寒かったしさ、この間福岡でロケあったけど福岡も寒いしさ、うん、行かれてんのかって感じだけど、行かれてんのかよ、天気気温行かれてねえマジで、腹立つわ。言えよ誰か、滑ってる、なんか最近の気温めちゃくちゃ滑ってんだよな、なんか、うん、なんかそう面白くない、気温つまんない最近マジで、なんか不愉快なんだよな、なんか受けると思ってやってんのもそれ、うん、急に変なことするノータイムで、全然なんか別に誰か振ってるわけでも何かこうパス出したわけでもないのに、うん、文脈なし、そのまんま急にちょっとちょっととかいじってないのに前出てきて滑ってんだな、空気悪い、普通に最近だから寒うわ寒、なんかゾワゾワってする、なんか共感性周知みたいな、なんか最近の気温うわ、なんかうわ寒、恥ずかしいみたいな、恥ずい最近の気温、恥ずいんだよな、なんか最近のこの急に寒くなってみたいな、このなんか状況と嫌なんだけど、うん、でもね秋ファッションが楽しめる、秋は素晴らしいよ、やっぱ夏は、やっぱこの夏始まる時にも言ったんだけど難しいんだよ、やっぱ T シャツとねパンツだけってもうどうしても限界があるんだけど、秋ですよ、みんなね秋服、これからもしかしたらもうねこれ年の秋服のために買い物をしてる人とかもいるんじゃないかなと、どう向き合ってんのかって話ですよ、やっぱねこの向き合うということが大事、服はお粗末にしない、適当になんかおざなりにならないことがやっぱ一番ね、服ってのは大事ですけども、流行りはなんだろうな、世間的にはやっぱりちょっと秋らしくなんか太いパンツとかね、生地が厚めだったりサイズ感の太いパンツに、最近はなんだろうな、スタジャンとか軍物みたいなちょっと古着チックなのととか、まあ、太いパンツになんか綺麗なテーラードのジャケットとみたいな合わせ方がなんかよく街でも見るし、なんか流れてくるかなっていう、これまあ一般的な流行りだったり、なんかそれにニット帽だったりさ、うん、うん、間違いないかって、間違いないよ、俺が言ってんだもんさ、不ファッションで間違ったことはもう俺発信できないんだよ、もうそんなさふざけたことできないよ、服の話で正しい情報しか、うん、それしとけば大丈夫、まあそれしとけば、うん、まあいわゆる流行っぽいというかね、こう世間に馴染むはする、うん、だから流行りに乗っかりたいとか、なんだろうな、うん、なんかそのなんとなく普通に見られたかったらそういう感じかな、俺は違うけどね、うん、これ今ごめんなさい、世間の流行の一般の大衆の話、俺はこことは全然違う、うん、流行とかとはもうそんなセンスでやってないからさ、俺はそうだな、今年の秋ファッションな、あのね夏頃とかね、夏前にね服買いに行ったりして、結構ねその時にね秋物とかもね買っちゃうんですよ、テンション上がって夏場でも、で今年は夏に結構だからスカートとか買ったのよ、やっぱりスカートいろいろ入って、まあだから三四郎さんのラジオ出た時にもちょっとあったんだけど、あのワンピースをね腰で巻いて履いたりとか、まあちょっとスカートっぽく見せてみたいなのを夏服として買って夏に使ってたんだけど、これを次は秋で使うっていう話になってくるわけ、やっぱメンズでもねスカート履けるわけよ、スカートってむずくないの、意外と難しくない、最初の一歩目だけですね、やっぱ最初これを履いて外に出るとかっていうこの一歩目がやっぱみんなちょっと勇気出ないだけで、履いちゃえばね本当にハーフパンツみたいに見えたりとか、膝丈だったらロングだったらそういうワイドパンツに見えたりとか、あとすごい楽だし、
結構ね粋でかっこいいんですよ、男性が履くスカート。あとね、だ膝丈のスカートとかはこういう長ズボンのデニムとかの上から履けばね、いわゆるちょっとレイヤードって言われるものじゃないですけど、とかっていろんな見せ方があって、僕なんかスカートにちょっと古着のスカジャンとかなんか着たら、こう女性らしいものと男らしいものとかがね、こうグッとこう上半身下半身でなんか綺麗に決まったりすると僕は好きで、スカジャンかけるスカート、これを皆さんやってみてください。みんなが真似すればいい、これを参考に。スカジャン着てスカート履く、リスナーもやってみるべき。あとはあのパーカーを買ったんですよ、秋用に。でそれは古着のパーカーなんだけど、胸のいわゆるこの左乳首の部分ぐらいがイタチとかに噛みちぎられて穴が開いてて、ポロポロにね、これを着たい、これを楽しみにしたの。え、いやイタチなんで、だってそれ、え、いやいや、それは信用できる古着屋の店主が言ったの。いや絶対的信用を置く古着屋の店主が言ったんだよ。これね、イタチに噛みちぎられたんだよって言ってんの。俺はだってそれ絶対嘘つかないんだもん、その古着屋の店主が服で。俺服で嘘つかないじゃん、別に絶対ね。うん、前のオーナーがどんくさいんだよそれ。前のオーナーがここで、ちょ、乳首の位置だよ、乳首の位置をイタチに噛みちぎられてんだから、どんくさいのか何なのかだから。でこれ いやイタチなんだって絶対、すっごいボロボロ。今度秋どっかで着てきますよ、このラジオにも。すっごいもうね、ここだけインスタとかにあげたんだけど、もうすっごい乱雑に穴が開いてんだけど、本当になんか誰か動物が噛みちぎったみたいな。絶対イタチなの、これ絶対イタチ。何かは分かんない、いやイタチなんだって。イタチだって言われて、イタチだって聞いてんの、イタチなんだよ。でだからもうそうです。で僕はこういうのが好きで、かっこいいわけ、こういうのに綺麗なスラックスとか履くのがすごい好きだから、ぜひリスナーもね、あのパーカーをイタチに噛みちぎられてみたらどうかなと。リスナーはね、パーカー得意、リスナーパーカー得意でしょ。それぐらいしか着るものないと思ってるでしょ、だって無限にある。でもそうだね、パーカー着やすいから、でかっこいいしね。それこそだってそうか、各所ラジオ番組のね、ラジオグッズでパーカーとか出てるでしょ。そのだから胸の部分をイタチに噛みちぎってもらったら俺と同じになれますから。うん、イタチ探すの大変。あー、そっか。でもイタチを探してこそファッションですから、やっぱりイタチを探して噛みちぎってもらって、やっとそこでファッションになれるの。え、いいの、いいのって俺が、いいのそれでって、それじゃダメかもしれない。それじゃダメかもしれない。うん、やっぱまあ本当は自然発生が一番かっこいい。イタチを本当に飼ってて、その人が日常的にパーカーを着てたら、要は例えばなんだろう、ソファーに置いといたら多分噛みちぎられちゃったとかね。その例えば、いやいやいや、イタチを飼ってたらありえるじゃんか。イタチを放し飼いしてて家の中で、ね、脱いだパーカーをソファーとかにボンと置きっぱなしにして、もしかしたら自分がちょっと出てる間とかに、うわ、噛まれちゃってるとかはあるかもしれない。でもこう生活の中でそういうことが起きるのが一番いいの、服っていうのはやっぱりね。うん、犬よりイタチ、イタチが一番かっこいい。犬はやっぱり、犬ってなかなか服噛みちぎるまで、今ねイタチ。今年の秋はイタチです。いや、なんかいいのってなるの。でこれじゃダメです。これは僕が言ったそばから、混乱するかもしれませんが、これじゃダメです。ちなみに皆さん、いやでもそのパーカー本当にね、そう、もう言われたらわかると思うんだよな。なんか傷つき方というかね、妙にしっくりくるのよ。うん、ファッションのことは嘘つかない俺は。ごめんなさい、ちょっとふざけちゃいました。ファッションで嘘はつきませんね。秋ファッションもいろいろあれ、パーカーとかまあいいんじゃないですか。だからね、そういうのはもう楽しんでいただいて、それぞれのまあ、それぞれで秋のファッションを楽しむということが大事です。皆さんもね、ぜひ秋ファッションしやすい時期なので楽しんでもらえたら。で、先週はクリピーナッツのある指定さんがゲストに来てくれたと、異常に評判がいい、過去一なんじゃない、やっぱすごかったんだよ評判は。俺的にはあんまだったんだよな。俺はあんましっくりきてないんだよ。だってダールさんも適当なことばっか言うんだもん。いや、なんか本気で誰も聞いてないと思ってんだろうな、めちゃくちゃなんだもん。なんかもう、あ、うん、舐めてんだよ。舐めさせちゃダメだよ、大阪の人にラジオ大阪のことを。ずるいって、大事にしてこうって言って、
ね、この番組盛り上げようっつってんのに、舐めてかかってきてんの。うん。FM 大阪じゃないと分かるや否や。ね、FM 大阪だったら多分あんなこと言ってないよね。iPhone551 とか言ってなかった ?iPhone551 とか言って。なんか、大阪なんだったら3桁、数字を求められたら全部551だみたいな。ひどかった、あの話。551ね、大阪の、肉まん、うん、で、有名なとこね、もちろん僕も知ってますけど、なんか、あれがあるから、つって、なんか、携帯のロック画面いくつだつ聞かれて、551にしてるかって言われたんだよ。全然、3桁のロックがないから、まず今時。暗証番号3桁でお願いしますって言われたことない。最低で4。今時6。551、2回打つことになっちゃうから。551、551になっちゃうじゃん。それじゃあさ、うん。iPhone551 は3桁なのかな、だから。なんでグレード上がってセキュリティ甘くなってんだよ。おかしいだろ、だって。だ大阪御堂筋線ね。大阪御堂筋線の中津駅を、なんか、ダルツって呼ぶね、中津を。中津をダルツって呼ぶ、ね。なんか、もうあれ、一番意味わかんなかった。マジ、中津駅って電車があるらしくて、まあ大阪の人は多分もう当たり前なんでしょうけど、それがめちゃくちゃ中途半端なとこで止まっちゃうっていう大阪あるがあるんだよね。で、もう中途半端なとこで止まるから、これがだるいと。で、中津駅がだるいから、ダルツって呼んでるって言ってた。そんなわけないじゃん。ちゃんとやってくれよ、もう。頼むから。全然だよ、なんか。なんか、むっちゃ疲れたもん。なんか、そんな話とかされてるあたりから、なんか、夜中だし。ほんと、なんか、早く帰ってくんねえかな、とか思いながらさ。で、大阪御堂筋線、俺が御堂金って呼んじゃったんですよ。そしたら、すっごい勢いで詰められて、吉本ハイディアとか言っても、疲れるわ。疲れるあの大阪のおっちゃん乗りみたいなのも。そんなにおっちゃんじゃないしさ、Rさん自身も。おもろいやないか、あんた、みたいな。吉本行き、吉本、みたいな。あんなんとかもう帰ってくれと思いながらさ。だからあれが評判良くてもね、もう手応えがないんだよ。気分悪かったもん、途中普通に。気分悪いよ。今週は穏やかに参りましょう。それでは始めていきたいと思います。四千頭身鈴木弘樹の桜橋919。改めましてこんばんは。四千頭身の鈴木弘樹です。好奇心が開花するエンターテインメントの駆け足、桜橋919。木曜日は私、四千頭身の鈴木がお送りしております。番組のステッカー問題が先々週ぐらいから話しててね、で、先週 R さんが来るからちょっと来週に持ち越しみたいな話になったんだけど、火曜桜橋の山添さんがね、こう、抜け書きをしようとしてたんだよ。先に急にステッカー作るなんて言い始めるから、うちも作ることにしようってね。なんか火曜はもう結構固まってきてるっぽくて、で、他がついてきてんのかなっていうのがあるんだよな。なんかさ、やってる他の予備も月水金。やってる？なんか、やってるわけねえか？なんか参加意識低くね？なんかさ、恥ずかしいんだけど、一生懸命な、こっちが。なんか俺、なんか山田さんがしちゃったからさ、行かないでとか言って、ちょっと俺らもついていかせてくださいよみたいな、俺、後ろ見たら誰もついてきてないの。怖っ。熱っ。俺らだけじゃ、なんか一生懸命走ってんの。やめようぜ、なんかこの感じ。なんか不良グループに混じってる一人真面目ちゃんみたいなさ、なんかサボんのがかっこいいみたいな感じになっちゃってね、これ。みんなで一生懸命やろうぜ。え、他の曜日のこと知ってる人いたらちょっと教えて？実は進んでますとかさ。なんか、ステッカーじゃなく、こういうグッズを作り始めてるんです、実はとかさ。ちょっと、他の曜日なんか作ろうとしてね、作りたくないの？ラジオやってたらね、自分の番組になんかステッカーないグッズって欲しいんじゃないの？いや、だからちょっとまあ、僕が、情報が薄いだけかもしれないから、教えていただいて。で、一応ね、リスナーからデザインを募集してて、これ。来てるんですよ。何個か、ピックアップして手元にあって、どうしようかな。なんかね、これが、ラジオネームかつて狼の森だった場所さん。R 指定の桜橋919ステッカーデザインアンプって。やっちゃってんのよね。R 指定さんの作っちゃってんのよ。ダメダメ。あ、これで、あ、そっか、見していいのか。見てください。こういう、どっちのカメラ、この辺で見えるかな？俺の前である。
こういうなんか、要は、ここがね、独房、こっちか。独房みたいな意地をされてるから、このラジオブースがね、ちょっとその檻みたいなところで、R さんがいて、奥に、全裸の俺が首から時計ぶら下げてるのよ。で、チンポのところがその檻でちょうど隠れてるみたいな。みたいな位置やね、これ。みたいなもんって。ただ、R さんになっちゃってんなって話、これは。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。で、これなんだ、これ緑のちょっとシルエットだけの横書きの。これ何これ。あ、で、この放送の電波とか載せてあって、グリーン？グリーンの？グリーンの桜橋919じゃん、これじゃあ。じゃあ、これグリーンの桜橋919だと思われちゃうじゃん。この、なんだろうな、文字の情報だけじゃなくて、絵のパッと見でやっぱ俺の番組だって分かってもらわないと。こうやってグリーンになっちゃいますから。まあまあ悪くないですけどね。で、あとね、これ、これだよ。これ。うわ、これ、これ乗せて大丈夫かな？ミクちゃん。乗せていいですか？これなんかね、僕がマックで働いてたから、ポテトをイメージっつって、えましえまして、ステッカー書いてよっつって、つずちゃんっていうポテトだから、ポテトも一緒に書いてみたんだ。山沿いに負けるなっつって。で、ポテトが一本伸びてチンポになっちゃってるんだよね。ポテトチンポになっちゃってる。チンポポテトになっちゃってるな、これ一個。続き作、いや、なデザインの発音いいのね。うん、そういうことじゃないから。チンポなしだっつっただろ、俺前に。こういうことじゃありません。可愛らしさはんだけどな、チンポにされちゃうと。あ、で、これとかは、なんだかウキウキさん。ほら、ちょっとかっこいい。なんかおしゃれな、うん、なんかちょっとおしゃれなイラストと、カロリーメイトのね、話をずっとしてたので、で、なんか、縦の、なんかどっち行くみたいな案内看板に各コーナーが書いてあったりね。これちょっとシャレてる。いい感じの。うん。まあ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 。みたいな。これも、あ、これもなんかちょっと絵本のイラストチックな。はい。このカーテンの、ラジオネームが、あ、これ、エマシエマシテさん。に、2個目とかかな？カーテン越しの続きさんですって。カーテンを閉めるみたいなくだりがあったから、それをイメージして書いてくれてたんだけど、やばいな。なんかやばっちいな。もっとパキッとしててほしい。かっこよくしたらいいよな。いや、すごくでもいいイラストです。可愛らしくていいイラストなんだけど、ちょっと番組のイメージと若干違うのかななんつって。で、これが、なんだかウキウキさん。ステッカーを送らせていただきました。まあ、これですよ。侍？墨絵の侍の話をしてたんだよ、俺が。顔を半分に割って、侍、右が侍の俺で、左が普通の俺だみたいな話してたら、多分それで送ってくれたんだけど、なんか、こういうことじゃなかったんだよな。ちょっとだけじゃ、いや、すごいいいのよ。めっちゃいいの。イラストも上手だし、かっこいいんだけど、なんかね、なんか違うんだよな。何が違うこれ。なんか違くないですか？その、どっちでもないんだよな。なんか、その、どっちつかずになっちゃってる。まあ、その、すげえ真ん中行っちゃって、難しいんだけど、何か、なんか見づらい。なんだろうな。なんか俺が思ってたのと違った。いや、でもめっちゃいい。イラストとしてクオリティ高くてありがたいです。うん。でも、なんかこれじゃないかな感は若干ある。ごめんなさいね、文句ばっかり言って。ちょ、やっぱね、いいもの作りたいのよ。どうせ作るなら、せっかく送ってくれたのに文句みたいになっちゃうんだけど、妥協したくない。もうこれでいきたいっていう納得のいく、ね、ステッカーを作り立てて、変更ってないじゃん、ステッカーの変更って。やっぱそれでいきたいわけだから、どうしても。でね、ブラッシュアップというかね、これがね、いやいや、R さんのじゃんか、これじゃあっていう話だったんだけど、かつて狼の森だった場所さんからもらったやつ。これが実はね、この右下のその檻の中にいる全裸の俺の部分。ここむっちゃかっこいいのよ。実は。これめっちゃかっこいいじゃんか。ここをメインで描いてみてくれないかな。ここの、いやもう、ちょっと遊んでくれたと思うんだよね、ラジオとして。いや、R さんのじゃんか、みたいなとこで遊んでくれたと思うんだけど、こんなんもん全然いらなくて、これ全部切って R さんの予想。これマジな話ね。これ俺ガチで作ろうって言ってるから。本当に作ると思ってないんじゃない？だから。ガチで作るから。だから、マジな話、R さんのとこ切って、ここの全裸で時計ぶら下げてるこの俺の部分を、もっとこうメインで持ってきてっていう、いい具合にね。で、このいいの、この全裸でチンポが檻で隠れてる感じもいいから、この感じをもっと見やすくしたのを、だから、はい、もう一回再提出です。この方は。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいんだよ。なんかレコードのさ、ジャケットみたいでさ、すっげえイケてんのよ、これ。で、だからせっかくのいい案なので、
はい、これがもし良くなれば多分これで行きますよ。だからあのかつて狼の森だった場所は再提出です。はい、追試追試です。もう一周持ち越し、もうせっかくだったらいいもの作りたいからかっこいいからね。で、もう一応もう一周追試にしたので皆さんももう一周だけチャンスがあります。まだまだだから来週、多分来週までに仕上げてくると思う、この方は。うん、暫定チャンプ、これ今、うん、暫定王座席にいます。で来週で多分来週までに仕上げてくると思うから、それまでにもう一回これどうだっていうのがあって、マジでその一発でそのこのいい案を越すものがあればこいつがチャンピオンとしてステッカー選ばれます。まだまだ皆さんチャンスありますので、すいませんね、文句ばっか言ってね、申し訳ないです。文句というか、やっぱどうせだったらみんなが納得のいくね、だってステッカーがかっこいいってだけで話題になったりする可能性もあるから、こういうのやっぱり手を抜かずにやっていきたい。うん、クリエイティブはガチでやらんと、ここ遊んじゃダメ絶対ね。まあ、せっかくいい案、皆さん素敵なイラスト自体はもちろん素敵でしたので、ありがとうございました。来週が多分最後になると思います。決定までね、持っていけたらなと思います。はい、ということで生放送です。リスナーのあなたにメールで参加していただきたいと思います。今日のメールテーマは秋系のメール、秋系のメールをください。秋ファッションの話だったりね、飯の話も秋っぽいですね。シルバーウィーク後半戦の話、まあ、前半戦何したかとかでもいいですよ。ぜひぜひ、受付メールアドレスは続きアットマーク obc1314.jp 続きアットマーク obc1314.jp です。 tsuzuki で続きです。ツイッターの下がシャープ続き桜橋919で盛り上げてください。ということでこの後1時までの2時間ぜひ最後までお付き合いください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信しています。さらに放送終了後から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャでもご覧ください。先週ね、そのクリーピーナッツさん来ていただいてニューアルバムのプロモーションで来たのに全然曲を流せなかったので流しときましょう。はい、クリーピーナッツでパッと咲いて散って灰に。この時間は4000投資に続けろ木の桜橋919をお送りしております。メール届いてます。ラジオネームスイッチさん、北海道の最低気温は昨日一桁でした。ガチで加減分かってないし激滑りしてます。北海道つまんな、北海道めっちゃつまんないじゃん。マジ滑りすぎだろ、さすがに引くわ、見てらんない。北海道ちょっと見てらんないわ、もうそんな一桁入った、マジで、あ、当たり前、9月って北海道ってもうそんなもん、急に冷えたのかな、めっちゃ滑ってんじゃん、危ね、よかった北海道にいなくて、滑りまくりじゃん。あ、ステッカーの内容だ。ラジオネームはんぺん侍、月曜の SKE 鎌田さんの桜橋でもステッカーの話をしてました。鎌田さん曰く最初にステッカーの話が出たのはここで、周りに遠慮してるうちに他の曜日が騒いでただそうです。ちなみに木曜桜橋では先週チンポデザインが集まったことを笑ってました。あー、マジで鎌田さんが最初はやっぱステッカー作ろうってなったんだ。でも私だけ最初に作り始めちゃうとな、とみんなで足並み揃えなきゃいけませんよね、で一回ストップしたのか。そしたら火曜日が作り始めちゃったってこと。やっぱあいつじゃねえか先輩、アホが一人いたんだよ。アホが一人混ざってんじゃねえかよ先輩、もう決まってくんじゃん、これ確定じゃん。鎌田さん偉いよな、だからということで、で自分は月曜日だしね、自分が急に作り始めてもっていうね、だからみんなでなんかちょっとそのジャブ打っといて、月曜日でそんな話が出てようが一週間回って次の月曜日でじゃあ作り始めちゃおう、こっからみたいなことを狙いたかったんだろうけど、アホが一人走り始めたんだよ勝手に。ざけんなよ、報われないよな鎌田さんの我慢が。なんだよ、ラジオネームビッグボーナス、山添桜橋ステッカー制作の発起人となったリスナーをご存知ですか。ラジオネーム狼の森さんです。そう、先ほど紹介したその方です。山添さんは狼の森さんに何度も何度もステッカーを作らせてはやり直しをさせていました。さっきの案は、却下です。はい、これ衝撃的な事実です。この人が山添さんのラジオのステッカーもデザイン送ってそれで進んでるってこと。はい、狼の森さんは、却下です。
はい、また一から作り直すことになりました。はい、僕らは今、一生却下です。狼の森からの、ステッカーは一生通ることはありません。二度と、僕の手元に届けないでください。狼の森からのステッカーは、うん、作り直したい人なのこの人が。もう何回も再提出をしたいの。何なのこれ。山添さんにも何度も何度も山添さんもこの人に作らせてはやり直しをさせてたんだ。ド M ってこと？ステッカード M ってこと？ステッカーデザイン、そうなのか。でももう、はい。ということで、僕らは今スタートラインに立ってます。はい。振り出しです。もう完全に振り出しに戻されました。いや、マジか。すげえかっこよかったのにな。裏切り者なんだから仕方ないよ。参ったな。一からだよ。かっこいいの。ちょうだい。チンポとかもそういうのももう分かったから。チンポとかも散々やったから、先々週とも。で、今日も一つ紛れ込んだので、もう限界。こういうのじゃないよってもう言ったよね。ほん、他でやってやるから、それは。そういうのは。他でやって、ステッカーを一回ガチでやらして。クリエイティブはガチで活かして。で、そうね。で、どっちかというと好み的には渋かっこいいのがいいですね。ちょっとゆるかっこいいというよりは、もう渋いやつ。ができれば欲しい。リクエストとしては、ラジオネーム、ずっと春休みでいいのに。僕はこの前インディゴのデニムのセットアップを買いました。いいね。上は少しオーバーめで、下はストレートの全体的にふわっとした服だと思うのですが、都築さんのセンス的にこの服はどうでしょうか。上は少しオーバーめで、下はストレートの全体的にふわっとした服。ストレートのふわっとした服難しいな。ああ、なるほどね。いや、でもデニムのセットアップはやっぱきっちり着た方がかっこいいかな。買ったとこ申し訳ないけど、デニム上は特にガチって着た方が、昔の本当にアメリカ人の方とかがビシッて着る感じがやっぱ一番僕はかっこいいと思う。あんまかも。うん、あんまかな。買い直し。ずっと休みのにデニムのセットアップ買い直しです。ギチッと。やっぱ上はやっぱ特に。デニムは、かっちり着た方がかっこいいよ、絶対。海外の方の。ちょっと、覗いたら多分いろいろ出てくると思うからね。ぜひ見て。この服はどうでしょうか？あんまです。はい。あんまでした。ラジオネーム、のぼりと。鈴木さん、ボクサーパンツの上からジーンズ履き、さらにその上からボクサーパンツを履くという、パンツサンドイッチボトムスは、この秋流行りますか？流行りません。パンツサンドイッチボトムスは違います。僕が言ってんのはそういうことじゃないです。全然。うん。わかんなくないって。いや、その、決めつけるのは早いってこと？流行んないよ。パンツサンドイッチボトムスなんて。俺の決めつけが早いというよりは、T シャツ履いてんじゃんって。いやいや、T シャツ履くと、ジーンズの上からボクサーパンツ履くから全然違うよ。これ全然違うって分かります？なんかね、違うのよ。だってそれは、だって下着を、下着は下着じゃんか。その、なんだ、俺タンクトップ履いてるわけじゃないんだよね。同じ基準？いや、それは我慢ならないね。登りとと一緒にされてじゃこっちもやってらんなくなっちゃうよ。全然違うよ。なんだろうな、その、パンツを着るとかはしてないじゃん。パンツはあくまでもパンツ。下着、肌着はあくまでも肌着じゃんか。T シャツはこう一応こう表に、なんだろう、出してもして、パンツは履くもの。そうでしょ？いや、パンツは履くものだから、順番がどうであれパンツ履いてんじゃん。だから、成立するよねとか。だからそういう問題じゃないのよ。T シャツは履くものじゃない。の、俺が履いてるからおかしいって話。全然わかってない。全然わかってないよ。あれは、なんだろうな、伝わんねえな、マジで。みんなダセーから伝わんねえんだよな。マジ、なんでわかってねえんだろうな。もうほんと話にならないよ。もうなんか、これが流行りますかって、なんか、っていう疑問を持っちゃう時点でもうお話にならない。もう感覚が違いすぎるよ。パンツサンドイッチボトムスじゃないんだよ。うん。パンツ1枚多いってこと、この人は？だからパンツ、ボトムス、パンツだから、パンツ2枚履いちゃってるもんね。で、パンツ1枚多いから俺が、そういうことじゃないよって言ってるかって、そういうことでもないのよ。パンツは履くの1枚までって言ってるわけじゃないの。ボトムスの上にパンツ。だから、だから裸に、ボトムス履いて、その上にパンツ履く。だから、
入れ替わってるってことでしょ。ならいい、ならいいって話なわけないじゃん。なわけないじゃん。じゃあパンツが表に出てきちゃダメじゃん。変態じゃん。だってそれは変態でしょ。パンツが見えちゃう変態じゃん。だってそれはなんか、うん、T シャツ履くの変態。全然分かってないよ。全然分かってない。話にならないんだよ、こういうやっぱラジオスタッフと服の話したって。嫌なんだよ。だからラジオでファッションの話してるとさ、もう理解ねえやつらがなんか面白半分でいじってくっから。さっき違うのよ、パンツが表に出てきちゃ変態じゃん。だってなんで T シャツは履いてもズボンみたいに見えるじゃん。でもパンツはパンツにしか見えないじゃん。わかんないかな、これが変でしょ。パンツ一丁で歩いてる人がいたらダメじゃん。パンツ一丁じゃないけど、でも違うじゃん。パンツはパンツが見えちゃダメなの。パンツのシルエットがなんだろうな、この肉眼で確認できちゃダメなのよ。だから、いやだからってわけじゃないけど、ボトムス履いてるというかさ、なん T シャツをって履いた、だからあれはサルエルパンツみたいな雰囲気のものを違うものとして代用して見せ方を変えれる遊び心があるよねって話だ、あれはね。うん、あれはなんかっていう、その何かを何かで見せたいみたいなことの遊び心じゃん。でこれは遊び心じゃないで変態なんだもんこれじゃ。だってそのさ遊びすぎちゃってんだって。なんかそこまでしたら、まあ、俺のは遊び心じゃん、ユーモアなんだけど、これはなんかボケちゃってんだもん。パンツ上から履くっていうのはなんかそのなんかふざけちゃってるもん。遊んじゃってないの、これふざけちゃってるの。あ、俺は遊び、こいつはふざけ。違うでしょ全然。おふざけとお遊び、いや一緒だな、おふざけと遊びじゃん。おふざけと遊び、なんだろうな、どうしよう、なんでだろうな、ふざけんなよ、なんで俺がこんなことで熱量持って話さなきゃいけねえんだよ。違う、え、人は認めない、あ、人の、自分のは肯定的なくせに人のこういうのはなんか否定的だっていうことがちょっとみんな納得いってないってこと。いやもう人はなんか、なんだろうな、ファッションの前向きにしてくれてるのは基本的に肯定派よ。でもこれはだってパンツを上から履くはもうどう考えても変じゃんか。なんでみんなこれを肯定できるの逆に。なんでみんなこれの、これに否定的な意見側じゃないわけ。なんでこいつの味方なのみんなして。じゃあ何、ボトムスにパンツ履けんのみんな。え、 T シャツを履くのがいいならって話みんな。お前 T シャツ履くんだからボトムスの上からパンツ履くやつ理解してやるよって。じゃあどうじゃんにするなよこんなやつと俺を。おかしいだろ、だってなんだよ、うん、こっちからしたらどっちも基準なの。マジ俺もうそうなの、まいったな。基準俺のはファッションなんだけどさ、 T シャツを履くはれっきとしたファッションとして意外とある話なんだけどな。ズボンの上パンツやってみたらって、俺が今そこで着替えて、ここで履き替えてってこと、映んないとこでね。いや分かりやすいパンツかな今日。ちょっと待って、やべ分かりづれえなパンツが。ちょっと映ってないですよねこれ今。絶対確認してね、ミクチャのカメラ絶対確認しといてみんな。いや絶対映んない位置にいるんだけど、万が一が起きたらマジやばいから。なんだよ、いたか今までこのスタジオでチンポ丸出しにしたやつ。今チンポ出してズボン履きました。実況中ね。でこの上に、やべえな、ちょっとデザイン的に分かりづらいんだけど、この上にパンツ履くってこと。なんだよこれ。でじゃあ今上からパンツ履いてます。なんだよこれ。え、でこういうことな。なんだよこれ、おかしいだろこんなの。これ基準なの、これこれ基準じゃん。だってこんなことするやつ、何これ、変だよこれが。これで T シャツ下ろせってこと。なんだよこれ、全然、え、全然全然、何、どっちの全然で、これでまあたまにタックインしちゃダメだ、タックインしてチャック殺したら俺毛見えちゃうわ。危ね、危ね、今危ね危ね、うん、普通に下ろして、でそうするとここにパンツのあれがあるわけだろ、うん、
で、ちょっと自分で見あ、よく見、ちゃんと見えてる、これミクチャでちゃんと見えてる、うん、あんのかな、ありなのかな、ありなのか、あるのよ確かに、その、いわゆるちょっと細めのパンツの上にいわゆる短パン履くとかね、大きい短パン履くとかさ、それこそスカートでみたいなことになってるか、流行んのかなこの秋、これはこの秋流行りますかって、流行るかもしれないかもって言っと、うん、そんなに変じゃない、パッと見ても一瞬わかんないなんかそういうデザイン、なんかいわゆるこういうリメイクパンツみたいなさ、上からもう一枚生地足したみたいな、でなんだろうな、俺が今ちょうど履いてるパンツと色味も別に悪くないし、なんか生地感も違くて、 T シャツよりは普通に見える、え、これ T シャツより普通に見えるの、 T シャツ履いてるのが変に見えてたの、え、ボトムスの上パンツより T シャツの方が変なの、いや別に、なんかこうミクちゃんのカメラで見せても、それどう、みんなはもう、おい、もういいよって言うなよお前飽きんねよお前この論争に決着ついてねえよまだ、あ、 T シャツより普通、うん、 T シャツより普通、あ、短パンを突き詰めたやつ、あ、なるほどね、黒でちょうど分かりにくいかね、フラットな意見くれよ一回、そのガチなやつで、ガチなやつくれよ、でも T シャツより普通って言ったやついるあー、なんかちょうどだから黒と黒でっていうのもあるわな、ちょうど履いてるものがな、普通にダサい、いやいや、そんなん言われちゃ、もう境目見えてない、あの着てるのがちょうど途切れ目が見えない、よく見えないからジャンプして、あー、ここが椅子の上に立ったらどう、よいしょ、なんか多分ね、ちょうど机の台で見えないのかな、こうやったら見える、これだったら見えてる、これの状態で、え、椅子、一回ちょっと全部見せて、今ミクちゃんのコメントの反応待ってます、ちょっとラグがあるから、おしゃれ、フラットな意見、あれ、俺も今ちゃんと見えた、え、なんか別にかっこよくない、なんかえなんか、え、俺もこれでやっと見たんだけどさ、なんかその、え、ありっちゃあり、なんかおしゃれ、なんか、え何これ、かっこよくて、どうなってんのこれ今いいのこれ、スパッツみたいな、そうだね、あ、そう、ちょうどズボンのデザインと同化してるから、そう、あ、そうだよね、ランニングしてる人とかよくあるもんね、スパッツの上から短パン履いての、いわゆるちょっともっとカジュアルバージョンみたいなね、ことになってるってことでしょ、トレーニングみたいな、あー、ほら、だからこうやって、あー、なるほど、半ズボンかけるもも引きみたいな、こうやってだからほらなってことか、結局頭ごなしにして してないで、やってみないとってことね、やってみたらわかるかもしんない、だから何、まあだからこれに結局この上りとは下もちゃんと普通に下げ足だけ履きましょうってことだもんね、それはインナーとして、服好きが効いて呆れる、ほんとそうかもな本当そうだね、今のついダサくないよ、恥ずかしいよハハ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 ハ好奇心が開花するエンターテインメントの駆け足桜橋919、木曜パーソナリティ四千頭身の都築です。どうよっていうね、このパンツ、いや、そうよな、俺が間違ってたな、うん、俺が間違ってたよな、今思えば別にある話だもんな、こういうことって、なんかやっぱもうやってみて、やった結果ね、いや、やっぱ気持ち悪いじゃねえかとかだったらまだわかるけど、やってないのには違うもんな。そうだよな。ラジオネームゴールマウス。女子が服の上にブラジャーつけてるときあるじゃん、ビスキみたいなの、続きそれやってんだよ、おしゃれじゃん。だからほんとそうだよな、ほんとそうなんだよ。よくなんかちょっと薄手の T シャツの上に、まあブラジャーにしろキャミソールとかね、あえて上から着るみたいなのあって、かっこいいなと思ってた、女性のアイファッション、うん、あるんだもん、ちゃんとそういうテクニックとしてやってる人たちが、だからいいんだよな。でなんか、うん、パンツとズボンの組み合わせ次第でね、グッと、だからなんかあったのよ、ミクちゃんのコメントでも、今の組み合わせだと合ってると思って、でもそういうことなんですもんね、結局ファッションって別に何でもいいからボトムスのように、何でもいいからパンツじゃなくて、やっぱその T シャツ履くのもそうだけど、
T シャツを履く用の T シャツがあるわけだから俺は。ね、変なこと言ってるかもしれないけど、ね、もう。で、だから何でもいいわけじゃない。T シャツも全部履けばいいわけじゃなくてとか。だから、これだと合ってるって意見はまさにその通りで、それでいいわけですもんね。結局合ってるもの同士で、そういうファッションの見せ方の一つの、いわゆる組み合わせを持っとけばいいわけだから、いいんだよね、これで。うん。だから、かっこよかったんだよ。上りと。ごめん。パンツサンドイッチボトムスはこの秋流行りますか？流行るかもしれません。流行りますとは言い切れないよ、俺だって。流行るかもしれませんというね、期待だけ残して。ラジオネームベンティ。スタジオでチンポ出すやつが、チンポの絵送ってくんなって言ってる。T シャツ履いてるやつが、ボトムスの上にパンツ履くなって言ってる。パニック、パニック！ベンティが本当にごめん。マジ焦っちゃってるな、これ。正論だよ。お前の言ってること間違ってないよな。死に滅裂なんだもん、俺が言ってることって。どっちかでいないとな。ずるいよな。うん。こいつ死に滅裂だもんね、今ね。ずるいよな。その時に応じてさ、自分の都合のいい方の意見にすぐ乗り換わってさ。ごめんごめん。ほんとそう、パニックになるわな。今、まあ、どっちの意見として聞いてたらいいかわけわかんなくなるもんな。いや、ほんとに、パニックになるか。いや、俺もちょっと予想外だったな。こんなことになるとは思ってないからさ。ボトムス。流行るのかな。だからこれはどう、これをやるかどうかってこと？パンツすぎるんだよな。でもここももの、いわゆるこの部分かっこいいでしょ。で T シャツでかっこいいんだけど、ここがパンツすぎんだよな。チンポの部分、パンツのチョイス次第だよね。うん、ちょうど大きめのボクサーパンツだから、まあ柄ともあって成立すんのよ。これがもっと本当にもう一個小さいさ、もっと股関節にギュッと詰まるやつだと、さすがに、なんか多分ちょっと違うんだろうし、でもやってみないと分かんないよな、それも。今俺がやったことないのに分かんないって言った、それをさっき反省したんだもんな。やってみるべきってことやな。で、やって、それが本当にかっこいいかどうかは、まあ、自分次第だな。インスタに投稿すんの俺。ボトムスの上にパンツ履いて。むちゃくちゃフォロワー変じゃない？俺が今まで積み上げてきたフォロワーか、革命的に増えるかだよな。うん。知らない人たちだからね。そうか、結局まだね。そういうの知らない人たちだから、俺がこの根源というか、もう、その発信の最初になっちゃえば、俺のインスタは、やっぱフラットにね。そうか。この、桜橋919を聞いてるフォロワーが一人もいないから、俺のフォロワーには。インスタフォローしてる人に、多分誰も聞いてないから、言ったら、ファッション好きな人がフラットに見て、あれ鈴木さんかっこいいですね、それ。か、お前ほんとどうしちゃったんだよ。っていうのか、どっちかわかんないけど。やってみようか、一回数あるパンツの中から、か、そうだね、自分の持ってるデニムと、家にあるパンツと、比べてな。か、もう新しくパンツ買いに行くしかない。それ用の。だから、俺はだから、T シャツを履く用の T シャツを買ったわけだよ。だからボトムスの上に履く用のパンツを買うってことだよな。うん。だからそれはクローゼットのしまう場所も変わってくるよ。いつものパンツコーナーじゃなくて、ちゃんと服のクローゼットにしまうことになるし、そのパンツは。いや、確かにな。一個だけ確かに、これどうかなっていうのはちなみに浮かんでます。ちなみに一応、自分のワードロープの中から、一個これ、さすがでしょ？このスピード感でしょ？俺もう全部、脳みその中に、大量に服あるけど、全部脳内に入ってるから、どこに何の服あるか。これどうかなって、ちょっと思っちゃったのあります。ちなみに、浮かんでます。ワクワクしてる。これなんか、見せ方によっちゃかって、思ってるのあります。ちょっと、服面白え。やば、ファッション奥行きえぐ。まだ深掘れんじゃん。まだそこに手ついてないじゃん。俺、相当やってきたけどな。やば。探求の違いしかないじゃん。うわー、クリアしたと思ったのにな、一周目。まだまだあるな。ずっとなんか配信コンテンツみたいなの追加してくれる。ずっとアップデートで、うん、DLC が止まんない。ずっと、毎月ダウンロードコンテンツ配信してくれるから。いや、やりがいあるわ、このゲーム。服がやっぱ一番いいわ。インスタにね、ワンコーデ？いや、そうだね、ワンコーデ、ガチで、
マジで、そのなんだ、笑ってほしいとかじゃなくて、ガチでかっこいいやつ作るわ。うん。一個あるけど、とりあえず一個、その、今浮かんでんのやってみて、そっからバランス調整。なんかそれが、なんか違かったら、もうちょいかも、まあ、足し引き。ファッションの足し引きは任せ、それは任せてほしいから。そこはもう完全に、僕のセンスで、どうにか、上が難しいんだよな、意外と。何着るか、うん。ラジオに、ラジオに回しちゃダメ？なるほどね。なるほど。匂わせはダメ。あ、ラジオ匂わせちゃダメね。はい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 。だから、ハッシュタグ、鈴木さくらは919とかなしな。ガチで、まあ、僕、いつも、なんだろ、いろいろ PR とかもたまに混ざるから、普通の普段着を上げるときは、ハッシュタグで、シャープ、俺の普段着ってつけてるんですよ。自分の普段着用のアカウントで。で、これつけて、っていうことだよな。シャープ、俺の普段着。に、ラジオのことは一切触れずに。で、まあ、一応だから、パッと見て、何が起きてるか分かんないから、それはいや、ボトムスの上にパンツ履いてます。っていうだけは本文の中に入れます。ほら、結局見た時に、何これってなっちゃうから。うん。ハッシュタグ、普段着。そう。普段着として、普段着ってことだから、それが。その、パンツ、で、ボトムスにパンツを履くのが、ハッシュタグ、俺の普段着なんだから。ね。ちゃんとその、なんだろうな。ネタじゃないですよ、とか。何かの派生で、ふざけてるわけじゃなくて、ガチですよっていうちゃんと見せます。それは、そこ裏切んないです、僕。ちゃんと、逃げません。精神性、真正面から、やらせてもらいます。だから、リスナーもなしね。うん。いいのできなかったら、やらない。あ、だから、見えなかったら、コーディネートとして成立しなかったら、やらない。そう。ガチで、ファッションとして成立したら、これ、ガチ！ガチで、かっこいいものが見つかったら、やる。で、今週、半日ぐらい空き時間あるから、むちゃくちゃ時間かけて考える、俺。ちゃんと。罰ゲームじゃないから。これは、革命。俺がもう一個ファッションとして新しいステージに立つためのステップアップ。ね。別に罰ゲームとかやらされてとかおふざけでじゃない。ネジを盛り上げようとかじゃないの。俺のファッションとしての立ち位置をもう一個上げるための階段を一段上がる。革命。どうもありがとうございました。革命演説。俺のファッションの革命演説をお聞きいただきありがとうございました。なら、リスナーも、あれなしね。コメント欄とかでマジでやってんじゃんとかなし。その、なんか、企画が乗っかってるように見せないで。ガチだから。そのガチでオシャレかどうかだけコメントしてきて、フラットな意見で。引き続き、あなたが四千頭身の鈴木ひろきの桜橋919。この時間は四千頭身鈴木ひろきの桜橋919をお送りしております。全然話変わるんだけど、さあ、先週 R さんがさ、ラジオ大阪は実写版大阪だって言ってたじゃん。あれなんかキモかったな。そういや、全然なんかすげえ急に思い出したんだけど。まあいいんだけど、なんかキモかったな。実写版大阪はその大阪府そのものだから。あそこが実写であり、なんか忠実に再現されてるとかいろいろ言ってたけど、気持ち悪かったな、あれ。まあいいんだけどね。別になんかだから、今更だから何言ったわけでもないしさ、それをすごいなんか訴えたわけでもないんだけど、本人に。なんかキモかったなと思い出して。そう、パッと、なんかすごい、あれキモかったと思って。で、なんか頭の中で残しとくのもキモいから、ちょっと外に流したんだけどさ。怖かったな、あれ。ちょっとごめんなさいね、今ね。ラジオネーム3タイガー。最近少し冷えてきたので、沖縄の実家に秋冬物の服を送ってと LINE を送ったら、母親から、今日こっちの最高気温30度だけど大丈夫？と帰ってきました。逆に滑っています。逆にな、それはそれで違うんだよね。だから、ちょっとっていじってもないのに前で出てくるやつも寒いし、かといってみんながそうなタイミングで後ろで座ってるやつもこれはこれで滑ってるんだよね。動かないやつもな。いや、そこはちゃんとやってみんなに合わせてくんない。足並み揃えないとさ、浮いてる。これはこれで。うん。つまんないな、やっぱ。うん。今、まともなんどこよ。どこがまとも今。どこがおもろい今。今、おもろい地域どこ？みんなの地域どうおもろくなってる？今、結構どこも滑ってんだな、日本全土で。端と端で真逆の滑り方してるからさ、25度くらい。これが一番おもろい。
これ今めちゃくちゃおもろい。25度が。そのもう両端で滑られちゃうとさ、全部、端と端で滑っちゃうと結局なんか、うん、順番に奥から滑っていくのが伝染しちゃうからさ、おもろい地域があったら送ってほしいな、ぜひ。今んとこつまんないみんな。まあこの時期はな、どうしてもみんな滑りやすいからやっぱ。テーマメール、秋系のメールも来てます。ラジオネーム、テーブルマナー。この夏は、ベッドに冷却マットを敷いて過ごしていたのですが、これってもうしまっていいやつですか？もう一回ゲロ暑い日が来そうで躊躇してます。あれ、こっからもう一回来るんだっけ？気温が上がったりみたいな、ちょっとややこしい。最近天気もあんま良くないから、それは気温が上がんない条件なんだけど、日が昇ったらまたちょっと暑いのかな。でも夜はもう涼しいっすよね、多分ね。冷却マットはもう寒いんじゃない？とか着るもので調整したりとかさ、長袖着てとか、まだ多分半袖に冷却マットとかはちょっと寒そうじゃない？どうなんだろうな、寝汗、あれ最初だけじゃない？冷却マットで気持ちいいみたいな時期って、一瞬じゃない？あれがなんかもうなんか言うほど効能ない、なくなるの。あれまだ効能あって使ってる？その冷却マット、もう惰性で引いてるっしょ。なんかの気持ちでしょ。なんか感覚バグらしてなんか冷たく感じるようになってるだけで、試してみ、本当に冷たいかどうか。それラジオネームお堀の何本、JR 西日本の一か八か企画サイコロの旅をご存知ですか？この企画は往復5000円で旅行ができる代わりに行き先がランダムというなかなか香ばしい企画です。エントリーしてしまいました。すげえ。広島発金沢行きの一人旅が突然決まってしまいました。楽しんできます。おお、楽しそう。広島発、どっか発は、どっか発もランダムってこと？それは別に自分の地元の地域からってこと か自分の地元の広島から金沢行きってどう、当たりなんじゃね。なんかね、旅行で楽しそうなイメージだけだけど、あるよな。すげえいいじゃん。往復5000円なんだ。交通費があったことか。旅費、宿泊代とかは、それぞれ、行った先で自分で。新幹線のチケットが5000円？この5000円の中に何が含まれてるんだろう？交通費なのかな？ 5000 円払ったら、チケットを送ってくれるのかな？発券。新幹なら安いぜ。だいぶ。広島から金沢ってどんぐらいかかるんですかね？結構かかる？でも、とはいえ5000円じゃ絶対、往復5000円だってありえないですよね。お、めっちゃお得じゃん。だから、まあなんだろうな、本来かかる分の交通費分、旅費全体が浮いてるんだから、その分、ホテル代とかちょっといいとこ住めたりとかね、ご飯いいもの食べれたりみたいなことになるよな。広島から金沢って新幹？え、どうだっけ？いや、そっち側の移動手段があんま東京から来てんしかわかんないからさ、広島から金沢って新幹どれくらい？新幹近い？そんなこともない。新幹だったら早い？片道5000円。でも結構かかるぜ。広島から京都。広島から京都行って、京都から金沢？京都から金沢新幹？これ？広島から京都新幹よな。新幹よな？うん。特急だよな？あ、そうか。だから、広島から京都。これ新幹な。で、広島から、違う、京都から金沢が特急か。特急は普通に座れる。ああ、なんか難しいな、なんか。わけわかんなくなってきちゃったな。苦手なんだよ、こういうの。俺、こういうの苦手だから、もうなんか、テンパっちゃうんだけどさ。でも、お得だよ。どっちにしろお得。だから、そんだけ、乗り換えとか挟んで経由しても、往復5000円なんだから。で、行き先がランダムで、当たったの金沢でしょ？いや、めちゃくちゃいいじゃん、これ。俺もエントリーしてみたいな。JR 西日本の企画なんだ。西か。いや、西か。やるべき？今、このラジオでそのタイムリーな話題で言うと、西企画が乗っかるべきか。でも、西日本、東日本からスタートしてもいいってこと？それは。東京スタートでもいいのかな？東京スタートでさ、で、西日本の企画だから多分、行き先は西日本で決まるわけでしょ？でもさ、それ、東日本スタートからの西日本の往復5000円がさ、ありって言われちゃったら、結構何でもありじゃない？北海道の人とか言い始めたら、JR 西日本って？ん？ JR 西日本ってどこを指すんだ？どこまでを指す？大阪を入る？大阪もちろん入るか。大阪、京都とか、あの辺関西圏。大阪から山口とかぐらいまで？九州ももちろん入るよね。山口とかまで入る？めっちゃ広い？
九州は JR？ ん？ JR きってなんか九州みたいなのある？ JR あがある？ JR 九州みたいなのある？じゃあ JR 西日本とはまた別ブロック。だから大阪山口ここに含まれるんだ。だから京都奈良兵庫とかその辺。兵庫が JR 東海？そうなると JR 東海？何？何じゃ ？JR 西日本は何？だからどこまで？どっからどこまで？じゃあだからどういうこと？大阪から東京は大阪から東京は東海道新幹線だ。東海じゃない ？JR 東海？じゃあ西日本じゃない？これ大阪は西日本に JR 西日本の所属じゃない？ギリギリ境目？大阪から東京に向かって東海、大阪から山口方面に向かって西日本。だから大阪来てんね。大阪どっちも所属してんのか。だから両方県人みたいなことでしょ。東海と西日本で山口の方に向かうと大阪から山口がスタート。いや大阪がスタートで山口に向かって、だからここの範囲でまずここの範囲が初になるんだ。何々初が？じゃあまず俺は実費で大阪とかまで行かなきゃいけないってこと？近くてね。近くて最短で大阪。まずここに2時間ちょっと往復2万3万近く払うしかないってことが俺のスタートライン。ハードルえぐくらいなんか俺だけ。これ東京側から、なんか西日本を盛り上げようってことなんだろうな。JR とか西日本側でやってる人が。で、大阪まで行きました。ランダム、行き先はここです。金沢行き。めちゃくちゃ移動で時間取らない俺。すごいね。行って、もう東京から、こっち行って、こうみたいな。なんかぐるぐる、一個の点で、何個も行くしかなくなるよね。大変だな、これ。こっちからスタートするにはリスキーなのか。 JR 東日本でね、 JR 東海でやってたらいいのよ。東日本とか JR 東海でやってたら東京でスタートできるのか。東海道で通ってるからね。でもなんかこう西日本を盛り上げようって話なんだろうな。楽しそうではある。なんかそっちからスタートができて時間があるならこういうのやってみたいな。なんか行き当たりばったりだけどみたいな。すごいいい経験なんじゃない。でも多分若いんだろうし。いや楽しそうですけどね。面白そう。ラジオネーム逃げるは恥だが役満つる。シルバーウィークの後半戦ですが、実家の稲刈りに全てを持っていかれます。なるほど。確かに毎年大変ですが、生まれて一度もお米を買ったことがない人生を歩ませてもらっているので文句は言えません。はあ、感謝よ。これは本当に感謝よ。食べれることとか作物だったりには本当にいつまで経っても感謝です。はい。俺らね。もう三つも皆さん、だから逃げるは恥だが役満つるに、ほんといつも感謝してます。お世話になってます。この心は、もうどんなに環境が変わって、どんなに年齢を重ねても変わりません。皆さんも目の前のお米に手を合わせてね、逃げるは恥だが役満つるに、感謝。はい。感謝のメールです、これは。感謝をもう一度。みんなが忘れ、これみんな忘れてるよ。絶対、この意識なしでもう米食っちゃってるよ。もう一回思い出そう。こうやって大変な時期。きちいぜ。で、シルバーウィークみんなが連休だなんだって遊びに行って地方だなんだ、そこ、それこそ旅行だなんだって遊んでる中、こいつ、もう本当にきつい作業よ。どんなに機械が発展しても、やっぱりどっかで手作業入るしさ。ね、機械を動かすにも大変だしさ。金沢行ってんじゃねえよ、お前。は？何がお前お得なプランで金沢行けますみたいな。エントリーしてしまいましたじゃねえよ。米育てるんだよ、みんなして。シルバーウィークは。もうそういう時期なんだからさ。みんなでいいじゃないですか、自給自足でもね。別に自分にとってもいいことよ。絶対帰ってきます、何かの形で。こうやって。みんなのために頑張ってくれてる人がいます。ラジオネーム、フェルマー。鈴木さん、ズボン直チンポは刺激強くないですか？勃起したらチンポ千切れると思いますよ。千切れる？ちぎれるだ。やべ、やった。うわ、やべ、やった。やった。千切れる。俺そんないかついズボン履いてないよね。俺その千切り、内側に千切り機みたいなついてるズボン、チャック開け閉めしたらなんかチンポチャキチャキって。ねえねえ、フードプロセッサーみたいなことになってないよな、俺のチン。違うでしょ、俺のズボン。ちぎれるだよ。な？夜ですから。
0時回ったらこのぐらいのことになりますよ人間。チンポちぎれると思いますよって言ってくれてます。うん、そこまでヤバじゃないのよ俺。むちゃくちゃ最強のチンポ持ってるからさ。うん、こいつ方形だわ。あー、こいつ方形だ、バレるぞお前。人のチンポいじりは結構慎重にやらないとバレるぞ自分のチンポ事情。俺のはもう全然全然そんなヤバじゃないもん、そんな簡単に。うん、だから敏感なんだよこいつ。方形だから、方形だからちょっと、だってパンツなんて別にさ同じよ、まあちょっと素材が違うけど布は布なんだから、パンツもボトムスも。そんなんで急に、ね、刺激でビクンなんて方形がなることだからこれ。俺はならないよそりゃ。めちゃめちゃ向けてるんだもん。だってもうちょっとやそっとの刺激じゃ別に何にもビクともしないよ。あー、フェルムバレちゃったね、お前が情けないっていうのが。分かっちゃうぞ俺には。ラジオネーム猫背ファミリー、パンツを着ることはできないんですかね。それはできないよさすがに。入らないんだもん。入らないのは無理じゃん。だって通す場所がない。物は試し。いやいや、そのまあそうか、さっき学んだな。さっき学んだよな俺はな。だってその通す場所がないんだもん。いや、なんだろうな、その要はパンツは T シャツを脱ぐ、まず T シャツを脱ごう。ちょ、あんまみんなが使うラジオブースの机にパンツ置かない方がいいか。俺今ちょっと当たり前に置いたけど。T シャツ脱ぐだろ。で、だってさ、3点通さなきゃいけないの。頭と腕と。だから、こう、足のとこに腕な。じゃ、このチンポのあんとこに頭？裏だっけ？あ、だから、こういうこと？どう、こういうこと？こういうことっしょ？何今、どう？俺まだちょっと見えてないのよ。ミクチョちょっとラグがあるから。どう？こういう感じよな。ちょっとだけ、うん、戦闘、なんか、そうでしょ？強そう？強そう俺、今。あ、ちょっと見切れちゃう。これ、ちょっとしゃがんだ方がいい。ちょっとしゃがんで。こういうことでしょ？丸って何？その、うち、外のスタッフの丸って何だ？どう？強そう？まだ見えてないね。これどうなの？俺が見えないとわかんないんだよな、これ。あー。なくないって話なんでしょ、だから。なくないよね。なんかその、裏、後ろどう？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 みんな。こう、俺見えないんだよ、絶対。あ、待って、こうやってやったら見える。これカメラに映して、俺こっちの画面、iPad の画面で見れば、どう？そう、北斗の拳とかの感じになってるよね。後ろどう？後ろいい感じ。お、なんかいけてね？わかんなくね、これパンツって。なんか強そうじゃね？前。前。待って、これどうやって来たっけな。これどうやって自分が来たか分かんない。どうやって来たか分かんないとどうやって抜けばいいか分かんなくなるわ。不思議なもんで、一旦伸びるパンツが、ちょ、もうこれ伸びるって。前だとどういうこと、こういうこと、あ、でこうしてこういうことか。でこういうことで、ここをこうしてこういうこと、ちょっとブラトップみたいなこと、こういうことだ、こういうこと。どうなってるこれ、いって首つったわさっきの脱ぐ瞬間で。どうなってるこれ、かっこいい、そのすごいショート丈の、うん、でも俺もなんかその女性はあるじゃん、これへそ出しのこういうのって。俺メンズでもかっこいいとは思ってたんだよなこういうのって。ああ、見えて見えた。これはさすがに違うわ。これをそうと言い始めたら今までのが全部嘘になっちゃう。うん、これは着れないわ。これはなんだ、これ乗れないわ。俺これは出したわ。これまで言っちゃうとさ、本当にさっきまで全部がなんかそのギャグになっちゃうというかさ、いい、良かった瞬間の時間がなくなっちゃうから、これは違う。こうなるとちょっと話が変わってきちゃう。後ろのとかは、うん、なんか。かっこよかった気がするな。かっこよかった気がする。前からこんな人歩いてきたら怖いって言ってるわ。そうそうそう。これはな、だから、これは。ああ、だからそうだな。だ、さっきの、後ろに、ああいうパターンは、白 T とかに、白 T とかでやったら、ちょっと、なんだろう、かっこいいというか、見せ方として、ちょっとちっちゃい白 T にやったりしたらいいんじゃないの？あ、なんかメールが届いたよ。ラジオネームカイリー。ツイッターで、パンツ着てる鈴木さん見ましたが、クリロナがプロデュースしてる腹筋鍛えるやつにしか見えないです。あの、腹に巻くやつ
あれ ?T シャツの、え腹に巻くやつ ?T シャツの上に着たらどうなるかってことよな。はいはいはい。あ、黒なんだよな、桜橋 T シャツが。これ白だったらな。誰か白 T 貸してくんない？俺のパンツの上から、俺のパンツ上から着てもいいっていうさ、スタッフいる？いける？いけんの？なんでいけんの？その、バカなの？なんでいけんの？いやいや、でも借りれんのと、え、ちょ、借りてきていいですか？ちょっと貸して貸して。じゃあそれ貸して。え、いい？ごめんなさいね。いい？でもね、だから、そうそう、ちょ、黒の上から黒わかんないですもんね。俺のスタッフさんが、なんか T シャツ貸してくれました。人の T シャツの上から、俺のパンツ着るっていう、ちょっとね、こういう時間帯。はいはいはい。まあ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 、一般的なサイズ感の。ちょっと大きめの T シャツの上から、ちょ、ごめんなさいね。これ上からパンツ、外に上裸のスタッフ一人いんな。これで、こうして、で、後ろのパターンよね。ごめんなさいね。こうして、どうやって来たっけな。で、これを、あ、違うな。こう来て、難しい。あ、こう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 、オッケーオッケー、ほらほらほら。で、はいはいはい。ちょっと待ってよ、みんな。こうして、こうしてこうってことね。さっきの感じなってる？ちゃんと。なってる？どう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 ？あ、ちょっと、そっか、T シャツが引っ張られちゃってるか。あ、どうどうどう？はい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 。みたいなことよ。あ、あ、いや、そうだ、こっちで持ち上げた方がいいんだな。で、ここ歪ました方が多分かっこいいよ。はいはい。こういうこと、どうどうどう？どうどう？なんかその、荷物背負ってるみたいなことになってるってことでしょ？ちょっとリュックの肩紐みたいなことだよね。あ、待って、なんか良さそうだぜ。なんかちょっと、え、なんか良くね？こう、こういうことでしょ？後ろ。後ろ、後ろ、ちょっと見、後ろ見たい、後ろ見たい！早く後ろ見たい！ラグが！うわ、こんなにラグが悔しいことあるか。早く見たい。早く見たいんだよ、俺。リュック、後ろどう？なんか良くねえか？なんかこういう、なんか良くね？うわ、これなんか夏前に気づくべきだったよな。でも夏のファッション難しいんですよ、みたいなさ。T シャツ一枚だけで着んのとかってって話してんだったらさ、ただね、皆さんっていう。パンツ着てみてくださいってことでしょ。ただね、皆さん T シャツにパンツ着てみてください。全然変えれますよって。下 T シャツ、あ、これで T シャツ履くってことだ。T シャツ履いて、皆さんね、夏場。普段デニムに T シャツみたいな当たり前の格好が続くだけになってしまいますよね。ただ夏に一個遊び心教えましょう。まず T シャツの上にパンツ着てください。で、でですよ。普段デニム履いてますよね。T シャツ履いてください。T シャツ履いて T シャツ着てパンツ着てください。あべこべ人間。あべこべ人間じゃん、それ。なんか急に親が離婚とかして混乱しちゃってる人じゃん。へってパニックになっちゃってない？ファッションなんですよ、それも。また、だって次本当に T シャツを履くわけだし、でこれがもちろん成立するならね、パンツを着るっていう手段が出てくるわけだからさ、これ、うん、研究しよう、研究しよう。これのもう一番いい見つけ、これもだから組み合わせがあるわけだから、なんどの T シャツとどのパンツが一番いいかとか。で、やっぱもちろんサイズ感もある。これちょっとやっぱ緩い、大きいボクサーパンツだったからできてるしね。ちっちゃいのは多分できないから。今、一個俺のパンツが死んでますだから。ゴム伸びまくりだもん、この時間。ね、でも、だからこいつはもしかしたらファッション用のパンツになるかもしれない。着る用のパンツになるかもしれないわけだし。うん。早く CM 行けよ。なあ、ドキドキさせんなよ、もうねえ、こっちも。四千頭身の続きロキの、桜橋919。四千頭身の続きロキです。役所名、ラジオネーム、デーモンばっか。キルパンツコーデですが、防具に乗ってる感じのコーデっぽくて、なんか良さげです。ああ、そうよね。なんかちょっと、男らしい雰囲気と、なんかちょっとテクニックなる洒落た感じと、ああ、わかってるね、やっぱね。でもそういう感じになってきてるってことよな。で、なんか良さげですって、もうなっちゃってるもんね。だから結局、これマジで、でも、この格好だりって街で一瞬すれ違った時に、パンツってさすがに気づかないと思うんだよね。すれ違いで。今はみんな見てるからさ、俺がこうなって過程を。おはようございますって今日さ、スタジオに入った時じゃ絶対気づかないじゃん。だからわかんないもんだよな。
けんのかな。ちょっとぜひ、まあリスナーもね、真似してみてほしいけどさ、やっぱせっかくだったら、こうやって発信してるわけだから、これが流行ったらさすがに時代変わるぜ。時代変えれる手段ってもうこれしかねえよ。あと相当ファッションってもやり尽くされてるって言うからね、まだあったやらされてないとこまだ削られてない部分ありましたよ。ファッションにパンツで遊ぶ人まだいなかったわけだから。俺がまさかパンツだって、その頭にかぶって、要はなんかちょっと変態だみたいなさ、よくなんかそういうのもあるけどっていう使い方しかしてきてないもんね。でどっかでやっぱパンツがちゃんとファッションアイテムとして成立するっていう風に世の中を変えていかないと、やっぱそういう時代と立場に来ましたから。うん、どうなってんだこれで。しないよしないよしないって、みんなは俺がみんなにやってみてって言ったのに。センスがないんだよこいつらは。全然まだなんかそういう段階だよ。パンツは結局下着、うん、インスタでフラットに一回ね。え、俺今インスタで何投稿すればいいんだっけどれ、ボトムスの上パンツになってるよね。こっちこっちじゃないよ。パンツ着る方じゃないよね。履く方で一旦いいんだよね。一旦そっちいいんだよね。一旦こっち、そっちは一回研究だ。こっちは一回研究段階だ、うん、そっかそっか。ボトムスの上パンツは一回なんとなく答え見えたもんね。そうそうそう、見えたら、こっちは見えたらね、全部ね。だからその、うん、模索段階じゃなくて完成しきったものを。罰ゲームじゃないからこれは、ガチ遊びじゃないからこれ革命だって言っただろさっき。俺はこれで変えていくんだよ。ではね、こちらのコーナーに参りましょう。 NPC、 皆さんの出会った NPC、 ノンプレイヤーキャラクターの声を送ってもらっています。ノンプレイヤーキャラクターというのは村人とか、コンピューターが操作しているキャラクターのことです。 NPC に話しかけた時はフルボイスではなく、おーとか、いやとかしか言わない。で、下に字幕で何が言ってるか出るというものになってます。そんな NPC の声を送ってもらってます。僕は親戚が NPC でしたと。皆さんにはどんな NPC がいたんでしょう。早速参りましょう。ラジオネーム、サンタイガー。犬を連れて散歩していると、いつもと違う道に行こうとするので、今日はわがままで困ったなぁ、と思ってふと犬を見ると、隣の家の犬の散歩をしていた横浜在住の奥様 NPC。ああ、いいね。シンプル。1ページ目のやつね。まずやっぱり、いいね。いい。まあ言ったわ。どころじゃないだろ。隣の家の連れてきたら、ほぼもう誘拐だよ、完全な。ラジオネーム、夜は腹減りさせればお米。地域の公民館で半年に一回、高齢者の間で行われる俳句披露会にて、あるおじいさんが読んだ一句が、575を飛び越えて、もはやポエムレベルの長さである上に、内容も全くもって意味がわからず、え、これ何の時間なの?と思いながらも、一応最後まで聞いて、作品を味わった、作品を味わったふりをするおばあちゃん NPC。疑問は残りつつもな。一応こう、ああ、そういうパターンもあんのねっていう予想行きは見せないと。おばあちゃんとおじいちゃんのコミュニティも意外と難しいとこあると思いますよ、やっぱ。ラジオネームマロンショート。フリーマージャンで念願の国士無双を積もう上がったと思ったら、それは国士無双ではなく、アナルパクパクうんちっち無双なので、5万点の展望支払わないといけないと同卓者に言われた NPC。はぁできないよな。なん、そうだね。こいつが言ってるわけじゃないんだもんな。言われてんだもんね。はい、お前それアナルパクパクうんちっち無双だから5万点の展望って言われたら、はぁ納得できないよ、みたいな出てんだろうな。なんだよ、それ。そんなやつマジ打つだよ。なんだよ、その友達たち。フリーマージャンで。念願の国士無双の役なんだろう。だから自分の知識の中で持ってる。おかしいよ。アナルパクパクうんちっちゅうそう。マーちゃん知らないだろ、そいつ多分。はい、続いて。これね。出た。まあ読むか読もうか こっち系な。ラジオネーム、ウェザーマスター。自動車教習所で、クランクも駐車も余裕でクリアし、免許取るの楽勝じゃんって思っていたけど、初めての高速道路教習で合流するときに、全くタイミングがわからず、どうしていいかわからなくなり、ちょっと切り気味な、アジカンゴッチ NPC。ほっほっほっ。だから、おかしい
いだろ。そこじゃないんだよ、リライトって別に。ラジカンゴッチ、あれで売れたわけじゃないから。たまたま印象深いけどさ、リライトのあの、どうしていいかわかんなくなって、ちょっと君、ほとか歯になんかはめ込んだだけだろ。いいよ、アジカンゴッチといえばじゃないから、あそこ。高速道路天パンだろうな。次、まただよ、もうなんか一緒や、再放送じゃん。なん選手同じじゃん、もうよくねこれ。じゃ読むよ、じゃあもういいわってなるから。ラジオネームアクセク、昨日遅くまでエーペックスやっていて、寝たのは朝になってからだったため、起きたら外は真っ暗になっており、23時の時刻を指す時を見て、今日一日無駄にしたなと後悔する大友康平 NPC。 いやそのコールもいいよ、もう分かったよ。もう音とんのめんどくさくなったんだろこいつら。知ってんのよもう。大友康平 NPC とアジカンゴッチ NPC もあれなんだろ、音源が。何あれ、フリー素材かなんかなのみんなの。いやいいって、もう先週もあったって、それ。ラジオネームバルカン三世、インスタライブで視聴者からの愛してるって言ってくださいというコメントをわざわざ読んだのに、カッコつけてやらないコナン NPC。 あーおいやいや、言ってるな。で、それ、新一だろ、どっちかやった。バローのやつね。バロー、お前。ちょ、もう一回、もう一回。バロー。なんだ、なんだ、そう、ちょ、もっと、もっと抽象的なんだよ。その、コメント、セリフに近いこと言わないから、NPC が。バロー。NPC ってなんでデブになるんだよ。デブになっちゃうの、NPC だと。そのキャラクターだったり人物を太らせてるだけなのよ。バーローって、俺最初何か分かんなかったわ。格好つけて透かすけどさ、コナンね、バーローって言うけど。ラジオネーム、オーロラソース。ヤクルトを飲むときに蓋を開けようとしたら、出っ張りのとこだけ取れてしまい、爪でカリカリ開けていると、蓋のカスが中に落ちてしまった、堂本剛 NPC。うわぁ。わかるけどさ、どうもっと強したんの、セクシーなね、歌声であの抜けてく感じは気持ちいいんだけどさ。ちょっともう一回聞いて、ちょっとね、あの、あるわな、ヤクルトとかの、あれ、あれあれですよね、よくね。蓋が開けてなんで、爪でガリガリってやったら落ちちゃうのよ、内側に。で、あれ落ちちゃって、ああ、落ちちゃったなの、感情が持ったどうもっと強し NPC ね、どうぞ。ほわぁ。あ、やっちゃったってことなんだろうけど。いいよ、もう、その抜けてく感じとか。なんだろうな、なんかの曲の、モノマネのコーナーじゃないから。芸能人モノマネ合戦じゃないから、これ。違うんだって。よくお前思ったな、これ。よく気づいた、似てるな。うまいな、お前。なあ、こいつ。ラジオネーム。ずっと春休みでいいのに。整理券を取り、2時間も待ち、プランを決めるために1時間話したにもかかわらず、自分の欲しいカラーのスマホは在庫がないため、取り寄せが必要で、渡すのに1週間かかると言われた時の、エアペイで小田切城にがっかりするボディーガード NPC。じゃあもういいです。ちょっと待ってくれよ。おい、ちょっと待ってって。それやんなって言っただろ。それやめろっつっただな。お前、ギリだよ、コナンとかが。あそこまでで許してんだよ、こっちは。言うなよ、全部。せめてデブにしろよ。やめろよ、全部言っちゃうやつ。やりがいねえな。あるけど、小田切城さんのやってるの、あの、硬いの、体でかい。いいよ、ボディーガード NPC とかまではいいよ。それ太らしてくれたらこっちもさ、受け止めれるけど。ボディーガードじゃん。NPC の要素残すよ、せめて。ふざけんなよ。こいつら混ざってんだよ、中にな。許しちゃいけねえやつ。反則がいるのよ、中に何人か。反則だから、これやってること。ね、みんな NPC って決まったルールの中でやってんだから。ラスト。ラジオネーム、サンタイガー。
ハンバーグを食べようとしたら実はチーズインハンバーグだったことに驚くポルノグラフィティ岡野明人 NPC。 わーこれ良くないかもな。わかるけど下手くそなんだよ。聞いたかさっき堂本剛 NPC のクオリティ、あれまで言って成立するから、わー情けない。全然わかるよ。ね、やりたいことわかる、お前の言いたいことわかる、ポルノグラフって岡野さんのなんだろう、もっと張るというか、もっと鼻から通っていく感じなんだ、もっとスパーンって通るから、なんか落ちてくんだよ、お前の。なんか、わーみたいな。ほんと、わーって、なんか、そう、上がんないと、わーって、その、パーンって、ちょっと跳ね上がる感じだけど、お前のとか下手くそなんだよな。なんだよ、これ。失礼なやつだな、ほんとに。あ、こいつがラストかよ、今日の、しかも。ああ、めちゃくちゃだよ、みんな。エアペイ、これダメね。俺、もう、注意で、イエローだよ。ずっとやるやつ、ミードに。NPC にして、うん、太らせて。こんなこと言うのもなんだけど、なんか多分あのこっちからの要求として違うかもしれないけど、せめてな、せめて太らせて。もうなし、セリフ言っちゃうのは。あー、ずるいんだもん、あれ。それあんなことされたら笑うよ、こっちは。今週さっきので以上です。引き続き NPC の声をお待ちしております。メールの書き方は何々の NPC、 そして声を添付して送ってください。受付メールアドレスは続きアットマーク obc1314.jp、 メールの件名に NPC と書いて送ってください。バックナンバーでベルベットの歌、四千頭身続きひろきの桜橋919。はしゃいじゃってた、ごめんなさい。福田さんとはしゃいじゃってた。桜橋919お送りしてます。だからさっきのやっぱそのポルノグラフィティがやっぱワーンわーみたいな。お、ちょ、ちょ、ちょ、わたしはだから。上がるから。僕らのだから。その、僕らのじゃないじゃん。落ちちゃってる。そう、ぼーだから。わーじゃないのよ。わーだから。わーわーなのよ。その、わかるかな、この、わかるか、3体が。お前のた、お前のための時間だぞ、今。お前のために時間作ってんだぞ。わかるか、な。僕らのじゃんか。な。僕らのじゃないじゃん。お、落ちちゃってんのよね。やっぱそこはさ、もっと聞いて研究しないと。そう。君の手でーじゃんか。君の手でー、君の手でーだろ？君の手でーじゃないじゃん。君の手でーになっちゃう。その岡野さんのテンションだと。どうしても。半押し、半下入っちゃうじゃんか。じゃ、やっぱ原曲で上がってかない、そこは。ね。聞いたか？ちゃんとポルノグラフィティさんの曲を。聞いて自分で。わたしはだ。わたしをじゃんか。ね。え、いいんを。ね、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 じゃんか。そこは。な。そこはやっぱそこ分かってくんないと。恋心よーじゃん。てれてれてれてんじゃんか、そこは。てれてれてれてんってなんないとやっぱさ。ね。なんないと、そこはさ、もっと聞かないとさ、ちゃんと、ポルノグラフィティを研究して、やっぱ似てるとテンション上がるわけよ、こっちも。え、あ、モノマネのコーナーさん、ごめんなさい。ごめんなさい。今、僕の出現です。ごめんなさい、ごめんなさい。心配しました。失礼しました、今。失礼しました。NPC を送ってもらってます。決して、モノマネのコーナーでもなければ、はい。ね、見逃してるだけ。はい。一応、まだどんなコーナーになっていくかわかんないから、様子を見てるだけです。モノマネではありません。いや、危ないです、危ないです。 NPC を送ってもらうコーナーです。ラジオネーム逆アフロ、早速パンツコーデ真似してみました。似合ってますか？お、なんか写真付き、写真がある。あ、なんかいいね。お、いいじゃん。悪く、なんか、もうなんかかっこよくねえか。しかもなんかちょっとスマート、なんかスタイルもいいし、なんかだからちょっとあれよな、あの夏祭りとかの太鼓叩いてる人とかの感じよな。このなんかね、鉢巻きしてみたいな。いや、悪くねえじゃん。これ似合ってる、似合ってる、もう似合ってんじゃん。ラジオネーム白黒カレンダー、ミクシャで見てます。リュックショって塾行ってるやつのラジオみたいで可愛いです。なあ、それじゃないんだよな。リュック、いや違うのよ。クモン行くやつじゃないのよ。で、クモン、母ちゃんの送り迎えでクモン行ってるやつじゃないのよ、俺。
違う違う違う。リュック背負って塾行ってるやつだと、そのなんだろうな、ファッションってよりはじゃな、その、それこそモノマ、そういうやつのモノマネになっちゃうな。ファッションだから、これあくまでも。かっこよくて続けてるから、俺は今な。あ、逆アフロお前似合ってるよ。14歳だってよ。お前こんなの学校でやってったらお前イケイケだぜ。中学生で爆イケになれるよ。流行るぜ、学校で。みんなにもね、やってみてほしいんですよ。ラジオネーム、バロンショート。鈴木さん、この番組のコンセプト、覚えていますか？好奇心が開花するエンターテインメントの駆け足。パンツを着てみたらどうなるんだろうという好奇心から、新しいおしゃれのエンターテインメントが作られる。今日の内容はまさしく、この番組が目指していたものですよ。いや、そうよ。俺はそこ忘れ、コンセプトに忠実に、やっぱ番組の、その、決まったテーマってありますから、エンタメを広げていくってことなんですよ。もちろんもちろん。いや、そうよ。俺が一番この番組目指してるものに寄り添ってるんだからね。大阪でやってるから、西戸を上げようとかさ、すっごい寄り添ってるのに。なぜ取材が来ない？じゃあ。じゃあ取材が来てほし、もらわないと。ここまで来てんのにお笑いメディアの取材が来ない。おかしいだろ。こいつには絶対何か聞くことあるだろ。こいつには、こいつに聞くことはいっぱいあるだろ、多分。なぜ誰も気にならない、こいつが。おかしいだろ、みんなの感覚。俺らじゃないよな、悪いのな、もう。受け取り側が変だよ。じゃあね、マロンショート。サイコロ切符ですが、あ、さっきのなんか、ランダムで行くやつか。サイコロ切符ですが、広島から金沢は、通常新幹線と特急を使うと、往復3万380円かかるので、もし金沢が当たると、割引率は驚異の 83.5% です。すごくない？マジで？そうだよね。往復で5000円なんだもんね。超お得じゃん。え、何このキャンペーン？すごくね？だからまあ、交通費の部分だけでってことか。で、その、行き先分のチケットを発券してくれるんだろうな。え？すごいな。めっちゃお得にいけんじゃん。いいなぁ。ラジオネームマノショット。すごいなこいつ。JR の分け方ですが、いいね。新幹線は、東京から新大阪まで JR 東海。新大阪から博多までは JR 西日本です。ただ、在来線で見ると、滋賀県の米原から JR 西日本になりますし、下関から西は JR 九州になります。あー、またちょっと難しい話だなぁ。あ、でもまあ、まあ、ざっくりは、分かりやすいのは、博多までか。大阪から博多までな。え？新幹だとな。新幹だと博多までが JR 西日本。在来で見るとちょっとややこしいのか。でも、JR 西日本のキャンペーンだから、もちろん在来も、その、なんだろう、ターゲットランダムの位置に入ってくるってことよな。その、決まっては、いるんですかね。一応なんか要は例えば金沢、博多、新大阪とかって何個か候補のあるこの中からランダムなのかな。それともう本当に JR 西日本に含まれてる駅だったらどこでもポンって決まっちゃうのかな。そんなめちゃくちゃなことないよね。意味わかんない。新幹だったら、新幹か、新幹の泊まるとこか。だから多分ね。と博多なんて引いたら超熱いよね。そのまあでも金沢だから超当たりなんじゃない。金沢、え、金沢も新幹止まる？あ、新幹止まるか？ん？まあまあ新幹止まるか。だから新幹の範囲内でってことだよね。いいなぁ。西日本に住んでる人、これやり得でしょ。何人で行っても、そうなのかな。だから一人5000円ってことは、友達4人とかと集まって旅行行こうぜ、どこ行くっつって。なんかこんなやってるから、ランダムで決めようっつったら、友達同士で一人5000円ずつとかでやれるってことでしょ？めっちゃいいじゃん、JR 西日本の新幹。いいな、そっちの人たち、まあラジオ大阪やってんだからね、大阪の人で聞いて行きたくなる人がいいんじゃない。金沢いいな。滋賀県の米原から JR 西なんて、へえ、全然わかんないな、そっちの在来線情報とかも。地理苦手すぎて。ラジオネームスズムシ。近所のケーキ屋ではいつもモンブランが売っているのですが、今週末から秋限定のスーパーなめら、スーパーなめらか繊細モンブランが販売されます。これをいち早く食べることが私の秋スタートです。あ、秋の、秋系のメールですよ。なるほどね。モンブランって確かに栗だから、そっか、秋の味覚だ。で、普段は、普通のモンブランが売ってて、今週末からはスーパーなめらか繊細モンブランに変わるんだ。スーパーなめらか繊細モンブランって、なんかビッグジャンボジェットみたいな、そう、強引の。
すごいな。相当美味しいんだろうな。口どけ。うん。こいつがそう呼んでるだけなんじゃない？その、普通にお店がモンブランとして出してるけど、まあ秋だし、ちょっと質が上がって、良くなるから、こいつの中でスーパーなめらか繊細、スーパーなめらか繊細モンブランって名前でケーキ屋が売るわけないんだもん。もうちょっとさ、おしゃれなとかさ、なんか秋、なんだろうね、わかんないけど、もうちょいなんか秋っぽさを出したり、売れる名前にするじゃん。なんだよ、スーパーなめらか繊細モンブランって。そんなんで、購買欲わかないでしょ。でもまあそうね、モンブランが美味しくなったりはするわけだから、なんか、口に入れた瞬間、なんか溶けるみたいなことなのかな？滑らかで繊細だからね。いや、いいね、モンブランとかも好きだよ。俺は確かに。ケーキとか甘いものも好きだから、栗が美味しかったりすると、こういうのが美味しく食べれるとか、サンマとかもね。続いては、こちらのコーナーに参りましょう。言うか！やりすぎちゃいました。ドラマ六本木、ちょっとやりすぎちゃいました。はしゃいじゃって。もうちょっと楽しくなっちゃってごめんなさいね。六本木クラスに出てくる嫌なやつ、長屋の長男、長屋龍河がどこでどんなことを言っていたのかを聞いてもらっています。ドラマの1時間以外でも、どっかで嫌なことを言ってるはずです。監視していきたいと思います。はい。いきますよ。ラジオネーム、逆アフロ。美容室で髪を切る龍河。あんま初対面で髪触ってくるやついねえよ。違う。その、お前がやってくださいって言ってる場所のはずだから。その違うの。初めましてのご挨拶やってきてるわけじゃないからさ。仕事なんだよ、そっちだって。ラジオネーム、タイマイ。職室で緊急連絡先を聞かれた龍が。TikTok でいい？いや、連絡先とかじゃないだろ。TikTok のコメントとかで、連絡取り合わないだろ、だって。別に。いいわけねえんだから。バカかよ、こいつ。いいわけないだろ。いい加減にしろよ、本当に。ラジオネーム、夜は腹減り、さすればお米。早押しクイズを、早押しクイズを、一番早くボタン、一番早くボタンを押した人が回答権を得て、その後ゆっくり問題文を見ながら答えることができるものと勘違いし、問題文が読まれる前からボタンを連打してる龍が、俺が一番早いんだ。いや、そう、ちょっとボタンを押す競技じゃないからさ、分かった人から押してくださいって言われてるはずだぜ、ちゃんと。危険起きた話は。ラジオネーム3体が、健康診断で胃カメラをしている龍が、俺これ噛みちぎれるけどいい？いや、大変なことになるぞ、お前。それお前、一生の中にお前製造したカメラがお前、どうやって回収すんだよ、それ。大丈夫か、お前。その後のこと考えてるか、こいつ。危ねえな、好奇心だけあんだよな。ラジオネーム、エネルギーチャージ。焼肉ライクに行った龍が、あ、後から、連れが二人来るんで。見ろ、ちゃんと。一人焼肉専門店って書いてあるから、ちゃんと。違うよ。美味しいけどさ。一人で行くことに意味をなす思い出だから。ラジオネーム、カイリー。ココイチに行った龍が、すみません。一番汚れてるゴルゴ13出してください。これ、あるけど、田舎の古いココイチとか、ラーメン屋とかにあるやつ。じゃ、ゴルゴ13屋じゃないんだよ、別にあそこ。で、絶対読むからじゃ、綺麗な方がいいだろ。何の趣味で今汚れてんのが欲しいんだよ、これ。ああ、今、面白いな。ラジオネーム、タイマイ。こいつも、いい加減にしてくれよ、ほんとに。こんなの、ちょっと待って。おい、そんなわけねえじゃん。読んでねえけど、正直。もう読んでないのに突っ込んでるけど、そんなわけないじゃん。なあ、そんなやつが現れるわけないだろ。ごめんな、周りのリスナー。読んでないけど、まだ。タイマイ。ちゃんと考えてメール送れよ。やるよ、じゃあ。やるよ。ラジオネーム、タイマイ。自身の覚悟をかかりつけ医に伝える龍が、先生、俺の目。双眼鏡にしてください。あ、そんなわけないだろ。
もういい加減にしろよ、お前、ほんとに。もっとさ、その、現実的な範囲で崩せよ。なんだよ、その、重心の覚悟って、それが。決めた。双眼鏡にする。先生、双眼鏡にしてください。わかりましたって進むわけねえだろ、話が。これも、ラジオネーム、ブランシモ、司令塔、龍が。今、どういう状況全然状況判断できてないじゃん。全然周り見えてない。最悪のポイントガードだよ。どんどん状況わかんないのに。講習から。ああ、以上。バカすぎだよ、お前、マジで。通気長い龍が、どこでどんなことを言っていたのかを募集してます。受付メールアドレスは、続きアットマークオビシーシタインジョットチェッピーです。ああ、メールと懸命に六本木と書いて送ってください。今日フリートークできてねえじゃねえかよ。大変だよ。なんだよ、これ。なあ、セカオワのライブ見に行ってんだよ。セカオワ初の、セカオワが初めて東京ドームでライブやったんだぞ。あんだけヒット曲何曲もやってて、意外とやってきたことない、東京ドームライブ。で、俺も東京ドームで音楽ライブ見たの初めて。って話持ってきたんだよ、今日。できてねえよ。俺パンツ着てんじゃねえかよ。今日家で出るときはさ、あ、せっかく東京ドームライブ行ったことフリートークで話そうと思って家出てきたんだよ。放送始まったらパンツ着てんだぞ。なあ、未来わかんねえよ、マジで。みんな、未来わかんないぜ。今、なんかで落ち込んでるかもしれないけど。ラジオネーム、猫背ファミリー。和服の上にパンツを着るのが最高にかっこいいと思います。あり。かっこいいよ。和服。あ、だから本当にさ、昔のさ、要はなんかそれ、なんだろう、新選組、タスキみたいなことでしょ？あの、新選組とかいた時代の、あの、なんかちょっとお茶屋さんとかで働いてた人の感じの格好じゃん。もう、現代でやるってことだから。かっけえじゃん。ラジオネーム挨拶下手を。深夜に、パンツ着て、ポルノの歌い方を熱く語っているの、やばいです。やばくないよ、別に。それパンツ着んのはかっこいいし、ポルノの歌は、やっぱ、ポルノの歌は世代的に熱く語らなきゃいけないし、やっぱり。私は、だから。やっぱ、私も、だから、やっぱそこはさ、ちょっと熱くなるし、ラジオネームドーベル。R、お前が変な嘘ついたせいで、鈴木今週パンツ履いてるよ。な、R、お前が見たかった世界ってこれかよ。うん。これ、新世界やバイバーイ